テレビアニメダンスダンスダンスール振り返り動画。今回も私諏訪部純一がナレーションを担当いたします。よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。養父祭りで観客を沸かせた純平たち。しかし純平はプロのバレエ団を主催する審査員及川綾子に酷評されてしまう。さらにこの一件で五代バレエスタジオから退会者が続出。責任を感じた純平は綾子に認めてもらうため、ルオーと共に及川バレエ学校のサマースクールに参加する。及川遥バレエ団の公演を見た純平は団員のレベルの高さに驚く。そしてサマースクール最終日の審査に合格し SS クラスのスカラシップを得ることができればプロの公演に出演できると知り心が揺れる。純平とルオーのスクール参加の理由を聞いて激怒する大和と美咲にピルエット勝負を挑まれたが、ルオーが圧倒的な踊りを見せ切り抜ける。パドドゥを練習することになったサマースクールの面々。純平の相手役となったのは綾子の娘夏希。初めはどこかぎこちなかったが、ぶつかり合いながら徐々に息が合ってくる。一方及川にも通う美和子に見つかってしまった純平とルオー。そんな3人の関係性を見た美咲がけしかけて純平は美和子とキス。そんな2人をルオーが見てしまい、サマースクール最終日前日、綾子におばあ様の指導を否定されたルオーは及川の生徒より自分の方が優れていると言い放ち、レッスンを途中退出。彼にとって絶対的存在だったおばあ様はロシアバレエ至上主義で日本のバレエを否定したいのだ。一方綾子にスカラシップ候補であることを告げられた純平、五代か及川か大きな決断を迫られる。ついに最終日、純平と美和子はいなくなったルオーを追っておばあ様の入居する施設へ向かう。道中美和子が語ったのはおばあ様のバレエへの執念、母千鶴の挫折とその妹マズルの才能、そしておばあ様の期待を一身に背負い厳しいレッスンを受けて育ったルオーの壮絶な過去。純平はそんなルオーにとって美和子はかけがえのない存在だと実感する。たどり着いた海辺で対峙する純平とルオー、そして美和子、湧き上がる感情の中魂揺さぶる気持ちを3人はバレエに込める。絡まる思いの行方、そしてスカラシップを手にするのは。ダンスダンスダンスール第10幕までの振り返り動画、いかがだったでしょうか。いよいよ迎える最終話、果たしてどのような展開が待っているのか。純平とルオーと美和子はどうなってしまうのか。どうぞお楽しみに。